こんにちは。と、待ってっす。さあ、今回なんですけど、ガチャガチャに、不動明王5体、これが復刻してるということで、復刻ガチャは、100連、いきたいなと思います。普通の不動明王、ボーイ、あとは、回転ジャーといった感じでしょう。回転ジャーですね。ただ全員特殊能力がここに書いてるけど、この5体は空天とのプニットショットで大活躍。みんな空天だわ。で、1体ぐらい主化でもよくねとは思うんだけど、みんな空天です。はい、ただ確率はまあまあ悪くはないですね。 Z が 0.65、 あとは 0.7 か。うん、このガチャなー、あやべ、見ちゃったな。亀、鳥。ほら、やっぱ確率高いやん。1% やん。見ちゃったわ、やべえ。やっぱ確率高いんだ。めっちゃ出るからね。SS。亀、鳥が特にね、いっぱい出ると。いった感じでしょう。まあ、サブアカでいつも通りね、100連引くんやけど、ちょっとね、チラッと見たら、結構持ってたのだが、ここでしょ、まあ、暴走不動明王は置いといて、テンテンかな、テンテン以外は持ってるという感じだったから、まあメイン赤でもいいかなとは思ったんだけど、まあ一応テンテンがいないということで、不動明王テン目指していきたいなと思います。まあ100連で不動明王何体出るかチェックしたいなと思います。いきましょう。本日もせーの、レバー1。不動明王5体出す。イエス、にゃー、2個。まあ、ただ空天ほらね、鳥でしょ。サブアカ持ってなかったわ。鳥でしょ。もうやばいわ、もう先行きが不安だわ。鳥でおって言っちゃったよ。鳥ね。あともカメもいるから安心して。もう多分カメも絶対出るね。絶対出る。さあ行こう。金2個ね。行きましょう。止まれば天。止まれば天。空天だからね、みんな。特殊能力が。まああんまりあれかな。しかも SSS に関してはショーアップだからね。ショーアップだからあんまりあれです。ただイベント終わってから、まあ使うかなっていうのは、この5体いるけど、まあこの2体はあり得るから。まあ俺はね、俺は結構この貝、不動明王貝がまだ一番使うかな。貝ね。あとボーイね。まあボーイは種族をこう上げてくれるんよ。うん、王のね。だからまあ今回のゴルフとか、まあお助けだけどね、お助けとかで、まあ入ったりする。鳥でしょ。もうマジ鳥出すぎでしょ。まあ貝が一番当たりかな。貝はね、ちょっと難しい話かもしれんけど、武道会とか、まあ、ゲートでもまあまあ使うことあるかな。なんかなんていうの、あのバンバラヤとかでさ、こう復活してさ、 HP ゼロになってね、復活してバンバラヤってこう他の技貯めてくれるやん。そんな時に出たわ、貝出るんかい。やっぱ天しか止まらないから、貝出たわ。そう、これ溜まってくれるんだよね、不動明王貝が。こうスキルで溜まってくれるから、まあまあ一番威力も強いからね、一番使うかな。お、貝あと4つ出れば俺の勝ち。あとの不動明王はあんまり使った記憶がない。30連目ぐらい今のところ貝のみ。でも一番当たりが一番最初に来るっていう。これもし何も持ってなかったらもうやめていいレベルだね。もうやめて、ここでやめて次のイベントに備えるレベル。いいね。5体いけ。やっぱおかしくない？やっぱり。あ、でもまあ、エンマとかも SS だもんな。マジで SS だわ。特に亀と鳥。
亀と鳥が止まらねえ。今んとこ、じゃあ1体だと渋いな。3体出れば、まあまあいい感じかな。3体出ればね。2体ならまあまあまあといった感じでしょう。まあだから正直無理して引く必要はあんまりないかもしれん。あんまり。中アップだしね。ゴルフも Z ランクでも。ペンと貝でもね。マジで言ってる？おかしくない？これやばくね？これ違うんですよ。毎回なんですよ。これ今回に限ってじゃないんだよ。毎回だよ。この亀と鳥。何？あつ盛りするよ。もう。お、金4つ。そんなこと言ってたら金4つ。いや、これで1個は来る。もういいよ。亀と鳥はもう飽きた。もうさすがに。いける。まあ、1個ぐらいいてもいいでしょう。SS のやつでもいいよ。SSS か。SSS のやつでもいいよ。ちゃうねん。ええや。鳥3だよね。4。鳥、嘘でしょ。これもう鳥が出たらもうダメだよね。実質。もうあと40連なんだけど。貝のみ？貝のみじゃ終われなくない？終われる？ボーイとかさ、ジャーとか出ていいな。ジャーとか。渋いわ、やっぱ。ああ、もう言っちゃうね。渋いわ、これ。貝しか出ないんだけど。これやばくない？もしかして。これ、罠これ。罠ハマタ SS、ベンキー。やべえ。普通ボーイ、あとは、回転じゃ。いける。ちょ、待って、マジ終われないって、どうすんのこれ。やばいなぁ。早く終わりたい。スクワットもやんなきゃやばいしね。昨日動画上げたけど。もう100以内危なくない？あの、いつものアカウント。ワイポゼロなっちゃうよ。ちょっと保存してる間にやろうかと思ってたんだけど。早くやりたいわ、スクワット。ちょ、マジ出なくない？ほら、もう SS 全部出たくないこれ。実際。マジ SS が邪魔してるわ、これ。回しか出ない。いや、まあ一番当たりだけど、動画としてはちょっとあれだわ。それはリアルで来てほしいやつ。それリアルのやつ、それ。これ動画だから。動画だから別に違うんだよね。それいっぱい出る方がいいんだよね、これ。しかも、鳥しか止まってないし。よっです！もう、暴走の方出たわ。暴走の方出たんだけど。そっち？ 6 体目の不動明王が出たわ。レースト。そういう感じですか？最後に行きましょう。3、2、1、ゴー。てんてん、ボーイ普通じゃ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 。さあ、行くぞ。おら、シル。これかな。これかな？ウォッチあれかな？オーガの方がいいのかな？おそらく。あ、みんなオーガアップか。おお、いいね。じゃあこのパーティーでやる？いや、でもそんないかないと思うよ、これ。そんないかないと思うんだよな。多分みんな使うために銃でいくわ、銃で。銃でどのぐらいいけるか。いきましょう！ミッションなし。ただ前3体はしょぼいよね。ボーイ普通じゃ。ボーイ普通じゃはしょぼい気がするけどね。確実に行きましょう。攻めちゃった。ドッカン、あれ、ドッカン、雷鳴切り。いける。OK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 。1000ぐらい。976。あ、ミッション来たわ。大体1000ぐらいだね、多分。SSS 系は。SSS 系は1000ぐらいと
読んだ。こう、あ、ちょっとしょぼいかな。ちょっとミスったけど。ほら、1000ぐらいでしょ、これ。1000ぐらいだね。元気10で1000。間違いないでしょう。そんな感じです。じゃあ。OK。鉄追斬り、やっぱ1000ぐらいだね。で、こっからが Z ランクになるから、まあ上がるかな。ちょっとミッション来なかったけど。てんてん行きましょう。わあ、難しいやつ。まあ、これでいっか。あ、やっぱ上がるね。上がるね。まあ、1500ぐらいになったわ。うん。うわあ、最後もミッション来ない。だから、そんなにだよね。正直。あ、これ、最後攻めるか。こんぐらいでいいんじゃない？お、2000ぐらいいける？ 2000 ぐらいいける。いけるいけるいける。オッケー！まあ、半分ぐらいはいけたか。半分以上いってるか。よし！まあ、こんな感じです。だから、まあ、Z ランクはありかな。なんかすげえ、かっこよくない？みんな不動明王。みんな不動明王。揃ってるで。ボーイだけちょっと違う形してるけどね。まあ、いいでしょう。そんなにこう、ゴルフでめちゃめちゃ強いっていうわけでもないし。イベント終わってからでもさっき言ったようにね。まあ、カイとボーイぐらいかなっていう感じだから。うん。はい、ってことでこんな感じで。まあまあ、これを見て。まあでも持ってない人からしたらな、不動明王、ちょっと1体ぐらい欲しいっていうのもね、まああると思うけど。まあ一番使えるのはまだ不動明王回かなと思います。まあでも、別にこれじゃなくてもね。だこれだと、なんか、なんていうの？一回敵を倒すのに、こう、5秒早いとか、そのぐらいのレベルだから、別に他の妖怪でも全然代わりいっぱいいるんでね。その辺考えて、もしガチャ引いたという人はね、コメント欄に書いてみてください。はい、ってことで本日は以上になります。よろしくお願いします。チャンネル高評価、ぜひよろしくお願いします。また次の動画で、お会いしましょう！じゃあ